はい、じゃあ続いてのコーナーに参ります。まだあります。助けてグミ長、グミ長、視聴者グミ員たちがジャンタマプレイ中にこれどうすればいいのわかんないよ助けてグミ長となった場面のスクリーンショット、まあ、お写真をもらってケツを持ってあげるというコーナーです。何ですかそのケツを持ってあげるって。これはこうしたらよかったよって。これグミ長用語なの、ケツを持ってあげるって違う、僕の用語じゃないです。これはグミ長、あ、それ昭和の言葉だよね、はい、僕なんかマージャン層でよく聞きましたよこの言葉。そうそう、お前んとこの組のケツ持ち誰なんだとか言われて、うん、それと一緒ですね。違う、まあ、そういうことです。しかもこのケツを持ってあげるっていうワードをチョイスしたのは稲葉はねる私です。よく知ってたねこのワードを、はねるちゃん。そう、大好きなんです、そういう言葉が。イケてるね。そうなんです。イケてるイケてる。武闘派なんで、うちのカチラ。あ、いいね。そうなんです。武闘派。若ガチラ、さすがでございます。まず1個目は、グミーのシュンチマンさんより。なん、はい、2曲。自身はトップ目で、ラス目の下茶から先制リーチを受けている状況。って言ってるんですけど、リーチ判断を含め教えてほしいところ。ちょっと大きくしますね。簡単じゃないですか、これ。ちょっと待って、ちょっと待って。これチートイツだ。迷ってじゃない。チートイツ。もうこれもうソクリーだよね、これ。ソクリーです。トップ目でしょ？トップ目です。トップ目、もうソクリーですよ、これ、ローソー切って。山ゴロゴロの短期じゃないですか、これ。リーチの人数走4巡目、そのシムチャの人数走4巡目、うん、もう、シムチャの人3走5巡目、ただ取りですよ、この嘘なんて。おお、これはソクリーですね。即に即追いかけ3倍はなっちゃうかなみたいな、うん、かわいそうになみんなってこんなリーチ一発もメンホンチチョイドラドラ赤6,912,000こんな即リーだー。いやねえ、これ資金層ギリもテンパイだからねでもこんなもんチートイツがありえないですよ。その何言ってんですかダメだこいつ当たり前じゃないですかチートイツがあるんですかこれ。見えないよね、チートイツ以外のテンパなんか見えないもん。ないよそんなの。なるほど、まあ、とりあえずじゃあ僕の回答いきますね。はい、もう本当にね、狂ってやがる狂ってやがるよこの人ね、数層切るのグミ長、ありえないですよ、チートイツなのに数層切る現物、チーソー切るでしょこれは。あ、なんでなんでなんでそうなの。チーソー切って平八ちゃんぽんのメンホンイーペコドラさんでしょ、リーチ。いやリーチしないです、やめてんすけど。どうしてなんでリーチしないのよ。リーソー切りだわ。これはですね、はい、まあ、この展望もさることながら確かに土屋さんの用語じゃないですけど、これ嘘をめちゃくちゃいい街に見えます、うんうん、通奏が4枚見えててね、神茶の人の三蔵も相まって誰もなんか嘘持ってない可能性まである、うん、ただやっぱこれって自分がトップなこともあって、でも土屋さんの話にはローソー尻が別に安全であることは全く加味されてない。安全なんていつの順目であれ誰が相手であれ保証されてないんで、はい、いらない範囲切るのが麻雀なんです。だってリーチしたらそうずっと安全じゃないの切るじゃん稲葉お前いいぞ若がつらいいぞいいぞいいぞそもそもグミ長はい、このリーチした方は1万7000点ぐらいしか持ってないんでしょ。はい。で、私は3万6000でしょ、うん、そうすると、点差にして1万9000点ぐらい差あるわけじゃないですか。これ、馬力に換算すると190馬力も違う車に乗った立場なんですよ。こんなん、バーンってもう粉砕できるじゃないですか。いやいや。本当だ！この差があるから、ここは強気の選択の一手が功を奏すって、そういう話なんですよね。チーソ切りの闇点は、ちょっと中堅クラスの選択で、うん、超一流にはちょっとなれないかな、みたいな。いやいやいや。まだまだですね、グミちゃん。いや、これはね、まあ、闇点にする理由としては、リーチに対してね、別に闇点だったら、ペイぐらいはやっぱ、ウーソーはやっぱ打たれる範囲じゃないですけど、まあ、積も上がりベースなウーソーになってるよね、基本的に。だって赤いもん、赤いから。グミチョー何でしょう。麻雀は積もるゲームなんです、ローするゲームじゃないんですいや別に積もるかもしれないですよ、ペイ発も別に、ね、より積もりやすい街でリーチかけるんですよ。ペイ発なんか当てになんないから、積もるのはね、うん、
出てくるかもしれないけど、出ちゃあ面白くないよね、これは。いやいや。だって、ツボの方が点数高いもん。そうだ、跳ねる人、持ってもリーチでも点数一緒だよ、これ。これ3倍、一発で積もったら3倍マンだから。なんで一発積も計算してんの。全然ダメだ、こんなのは。もう許されない。間違いないでほしいのは、ローソンジュリア、俺ダメとは言ってない、これは。うんうんうん、嘘はめちゃくちゃいい街だからね。うんうん、で、ローソンジュリアでリーチっていうところもちょっといけてないし。いや、もうチーソーチ。あ、次へ。はい、次の方は、グミン、ベニイロハさんからですね。純粋に何を切ればいいのかわからなかった問題です。つもぎり後、パーワンが来て、リャンワン待ちリーチ、結果ロンで、ハネマンで上がれたのでよかったんですが、わかんなかったっていう感じですかね。はい、じゃあ。これ、リャンペイコーじゃん。リャンペイコーですよね。私もすぐ見てリャンペイコーだって思った。リャンペイコーだよ。もう7万切る一手だよね。うん、1万が、場に2枚出てるんで、神茶から、3万が重なる可能性も残ってるんで、うんうんうん、まあ7万だよね。うんそれ以外考えられない。まさか4万とか6万とか切る人いるんじゃないだろうね、世の中にね。私もこいつが見てリャンペイコーだって思った。ねるちゃんは？はい。ねるちゃんは3万か7万だと思いました。ねるちゃん正解。わーい。正解。わーい。バカだもん。こんな本当、どういう理解じゃないんだからさ。なに、まさか。スマンとかローマンとかじゃないだろうね。もうスーマンとローマンどっちでもいいよ。もうスーマンとローマンどっちか切れよ。グミ長いつからそんな小さい男になっちゃったの。いやいや、これはちょっともう小さいとかじゃなくて、組を引っ張るのにそんな器でいいのか。そうだそうだ。リャンペイコいらないもん、この手積もって6000俺あるから、もうこれメンタンピツも赤赤、ちっちゃいなぁ、ロマンがないなぁ、ロマンが。いや、じゃあ土屋さん聞きますよ。 C1 切りますと、はい、じゃあローピン引いたら何、カウンワンでリーチ、いやカウンワンでリーチですよ。はい、できました。リャンペイコーじゃないですか、リーチいいじゃないですか、カウンワンでリーチ、タンヤオ、リャンペイコー、ツモ、ドラ、アカアカで8000オール。そうだそうだ、あのメンタンピン、ツモ、イーペイコー、アカアカ、裏で8000オールなんですよ。裏ってなんですか、裏って。いや、さっき一発ツモの計算してたんですよ。ネコンチートで一発は自分の力で引けるじゃないですか。はい、裏は裏頼りってです。ほら、あなた頼りみたいなもんじゃ、うん、ただ運じゃないですか、裏って。ただ運じゃないですか、ね、うん、組長。どうなってんですか。いや、もう運が嫌だって言うんだったら、もう本当マジやめた方がいいですよ。なんで、とりあえず、これ本当チーワン切る人は悪い病にかかってるみたいなもんなんで。リャンウパーワンとね、サブローピンのイーシャンテン。チーピンつもじりしちゃうと、リャンウワンとウッパーワン待ちの、ウーワンが被ってるイーシャンテンになっちゃうから。あー、なるほど。マンズかライブの正解で、チーワンはもうめちゃくちゃ外れなんですけど。めちゃくちゃじゃないよ、一部いいじゃんみたいな。いや、まあでもね、チーワンのいいところは、ウーワン先引いた時だけリャンペイコが残るだけなんですけど、チーワン切ってる人は本当にもう全然ダメなんだ。57年までやって、チーワン人になっちゃったとしたら、本当失礼ですけど、ちょっと強くなかった、57年になって。グミチョ、グミチョ、グミチョ、聞いていいですか、はい、C1 切るじゃないですか、はい、次に6万引いてくるじゃないですか、はい、で3万切ったらダメなんですか、テンパイ取らないと。ええー、あ、もう全然ダメです、ね、ダメなの。だってスワンコが近づいてきてるし、ね、リャンペイコも近づいてきてるし、ダメなんですか。いや、これをスワンコとかもリャンペイコとか言ってる人はもうね、縁側でもお茶でもすすってる。この見た瞬間にリャンペイコだって思ったよ。そうだよね、マネルちゃん、そうだよね、すぐ思った。別にリャンペイコ僕も上がりたいっす。これもう赤が2枚入ってなくてもローマンかスワンっていうのに、もう赤2枚入ってたら、もう赤見れてないかってなるからダメだ。不安ががっかりするな、グミ長みたいな打ち方すると。リャンペイコ行かずにだとかみんな一瞬で思いますよ。いやいやいや、これもうファンの子が、僕の麻雀教室の生徒が、もうチーワン切ってたらもう引っ張ってきますよ。お前は今まで何を言ってきたんだって。やりますよ。僕の教室の生徒が6万切ったら、呼び出しですね、もう。どうか立たせてみます。お前はいつから公立の方に行っちゃったんだ。
僕ちは私立なんだぞ、法律言っちゃダメ、私立の方に帰ってこいって。やばすぎ。これさ、2問目で気づいたけどさ、岸田さんの回答予測して問題選んでるやつで。バレた、バレた。はい、いいの分かったから、あの正常なグミの方はあのローワンかスーワンを聞いてください。スーワンとローワンどっちでもいいです。これはじゃあ続いて最後です。